皆さん、こんにちは。二代目親の小宮です。今回は、金融機関の物件評価方法、積算評価とはというテーマでお話ししたいと思います。積算評価という言葉ですね、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんが、改めてですね、積算評価って何なのかというところをですね、基本的なところにはなりますけれども、見ていきたいと思います。はい、本日のアジェンダはこちらになります。まずですね、そもそも積算評価とは何なのかという話をして、その次にですね、積算評価とよく対比して比較されるですね、収益還元評価というですね、ものをでお話しさせていただいて、3番目に積算評価の具体的な評価方法についてもう少し深掘りしてお話しした後に、実際の積算評価をですね、大家さん自身でも調べることができますので、そちらの調べ方を簡単にご紹介して終わりたいと思います。積算評価とはですね、ご存知の方も多いかもしれませんが、金融機関の融資審査基準の一つになります。こちらの2番のですね、積算評価と収益還元評価の基本的にこの2つがですね、金融機関の審査基準というふうに現在はなっています。そしてですね、こちらの動画を見ていただくと、物件が金融機関からどう見られるのかがわかるということになりますので、今回の動画を参考にしていただければと思います。ではですね、積算評価とは何なのかという話を最初にしたいと思います。積算評価とはですね、不動産の価値を評価する方法の一つです。そして先ほどにもありました通り、金融機関が投資物件に融資をする上で審査基準としているものになります。そしてですね、基本的に金融機関が物件のですね、融資の審査をするときに使う基準はですね、この積算評価か収益還元評価のどちらかになります。今回はこちらの積算評価についてお話をしていきます。収益還元評価の方はですね、別の動画で私の方が話していますので、そちらのですね、URL を概要欄の方に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。まずですね、積算評価の基本的な考え方をお伝えしたいと思います。まずですね、積算評価は最初に不動産を実際に仕入れる場合にかかる価格の総額を算出します。具体的に専門用語で言うと、言い換えると最調達原価と言います。そしてですね、二つ目に、このですね、最調達原価、実際に不動産を実際に仕入れるとしたらいくらぐらいかかるのかというですね、価格、原価をですね、そこから現時点での価値がいくら減少しているかを考慮する。この原価修正というふうに専門用語で言うんですけれども、こちらを行うという、この 2段階になっております。そしてですね、この原価修正というのは、どういうものを、具体的にどういうことをするかというと、考慮するところはですね、建物の経年劣化、摩耗、こちらですね、建物の築年数にかかる部分にもなります。そしてですね、この築年数、古さだけではなくて、実際のですね、不動産全体の市況の変化でしたりとか、その物件のあるエリア、近隣地域の変化、何か再開発が進んで地価が上がったよとか、逆にですね、その地域が衰退してしまってたりとかですね、何かが撤退してしまって、地域のですね、相場が下がってしまったよと、そういうところもですね、考慮するというのが原価修正というものになります。ですので、積算評価は最調達原価というですね、実際に仕入れにかかるですね、一般的な価格を出した後に、原価修正というところでですね、価値の減少分を考慮して修正をするというところが、の2段階のステップになっております。はい。そしてですね、次に、積算評価と、もう一つのですね、収益還元評価ですね。まあ、今回は収益還元評価は細かくは見ていきませんけれども、簡単にですね、比較していきたいと思います。まずですね、今回お話ししている積算評価というのは、投資物件の土地と建物を別々に分けて価値を測る方法になります。詳しくはこの後見ていきます。一方で、収益還元評価というのは、収益還元と書いてありますけれども、こちらですね、投資物件が将来生み出すであろう収益、つまりキャッシュフローをもとに現在の価値を測る方法ということになります。ですので、積算評価と収益還元評価、こちらのですね、説明を見てお分かりかと思いますが、そもそもですね、この投資物件を評価するですね、基準というものが違うということですね。はい。積算評価は土地と建物、それぞれそのもののですね、価値というものをですね、調達、先ほど言ったですね、再調達価格というものをベースに出すというものですが、収益還元評価はですね、実際にですね、
皆さん、投資物件を運用したときに生み出すであろうそのキャッシュフローというところをベースにするというところでですね、全く違う切り口で評価しているということになります。でですね、実際現実的なところで言うと、以前はですね、金融機関の評価っていうのは積算評価が中心であった時代がありました。ただですね、最近は収益還元評価で判断する金融機関も多くなっております。まあ、実際にですね、銀行のですね、金融機関もですね、皆さんの投資が買う投資物件に今融資をしますってなった時ですね、月々毎月返済してもらうわけですよね。皆さん、買う側の皆さんは毎月金融機関に元本と利息をですね、返済していくわけですけれども、その返済の原資って何なのかと言いますと、このですね、収益還元評価の説明のところにあるこの生み出すキャッシュフローなんですよね。まあ、つまり家賃収入から経費を引いた、この実際に生み出すであろうキャッシュフローを元に返済するというところでですね、金融機関側もですね、実際にちゃんとこの物件が安定してキャッシュフローを生み出せるのか、そしてちゃんと借り入れが返済できるのかというところですね、きっちり見るようになってますので、全体的にですね、言うと、収益還元評価で行う金融機関の方が最近は行っております。まあ、ただですね、まあ、銀行によって積算評価で見る銀行もありますし、まあ、いろいろそれぞれなんですけれども、まあ、最近はですね、積算評価と収益還元評価の両方をですね、見て総合的に判断する金融機関もあるというふうになっております。そしてですね、実際に積算評価の具体的な評価方法というところを見ていきたいと思います。基本的な流れはですね、先ほど言った通り、最調達原価の算出をして、原価修正をするという2段階になっていると言いました。で、実際にですね、まず、先ほどですね、土地建物それぞれをというところをお話ししましたけれども、土地建物それぞれの最調達原価を算出するというところで、まず土地はですね、路線価というものを調べてですね、路線価かける土地の実際の面積ですね、何平米あるのかというところですね。一方で建物は、建物のですね、延べ床面積かける、この最調達原価、実際に知り合うときにいくらぐらいかかるのかなという原価、価格ですね、総額を出して、まあ、そこにですね、耐用年数を考慮して、法定耐用年数分の残耐用年数をかけるという計算式になっています。まあ、実際にですね、ここの式をベースにですね、積算評価で見る金融機関は、まあ、計算をしているということになります。でですね、この土地と建物のこの計算式で数字を求めた後に、この土地と建物をの計算結果を合算した金額が、この積算評価で評価した物件の評価額になるということになります。でですね、よく区分マンションで土地ないんじゃないかという思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、区分マンションもですね、建物だけではなくて土地の持ち分がありますので、区分マンションを買うときでもですね、土地の評価部分ですね、若干ではありますけれども、ありますので、まあ、そこをですね、も考慮する必要があるということになります。そしてですね、最後にですね、積算評価の調べ方をご紹介したいと思います。こちらは再建になりますけれども、土地、建物それぞれの最調達価格を算出するというところで、土地は路線価かける土地の面積、建物は建物の延べ床面積かける最調達原価かけることの法定耐用年数分の残耐用年数ということでした。実際にですね、じゃあ路線価どうやって調べるのというとですね、全国地価マップというものがありまして、Google ではですね、検索サイトで検索していただくと、全国地価マップと検索していただくとすぐ出てきますけれども、全国地価マップというところですね、該当の住所を選ぶとですね、この路線価というものをすぐ調べることができますので、こちらですね、皆さん自身も調べることができます。そしてですね、まあ、土地の面積はですね、まあ、基本的に毎速、物件のチラシを見れば土地の面積載ってるとは思うんですけれども、まあ、そうではなくてもですね、Google マップで概算地を調べるということができますので、まあ、Google マップも活用することができると。物件の住所さえ分かればですね、その土地の大体のですね、概算地にはなりますけど、大体の面積を分かるというところで、皆さん自身で調べることができます。そして建物でですね、建物の延べ床面積と耐用年数、まあ、こちらもですね、毎速物件のチラシですね、というところを参考にできるかと思います。まあ、あとはですね、毎速がなくても、建物の延べ床面積とかですね、耐用年数は、例えばその物件に空室があって何か募集されているときにですね、スーモとかホームズとかアットホームのようなですね、ポータルサイトを見ていただくと、この建物の概要が載ってたりしますので、まあ、そこで見ることもできるかなと思います。
そしてですね、この積算評価はですね、積算評価シミュレーションのサイトがありますので、こちらもですね、概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、実際にですね、このシミュレーションが数値を入力するだけで、比較的簡単に行えるものになりますので、ぜひですね、この動画を見ていただいた後に、皆さんがもし積算評価を調べる機会があればですね、参考にしていただければと思います。はい、ということでですね、今回は積算評価についてお話をさせていただきました。ここですね、結構計算が出てきたり、少し専門的な内容になりますけれども、まあ、そもそも積算評価ってよく聞く言葉かと思いますので、まあ、今回の動画を見ていただいて、概要だけでも押さえていただくと、今後の賃貸経営に活かされるかと思います。今回は以上となります。ありがとうございました。